コーチの佐藤です。よろしくお願いします。見てます？皆さん。はい。今日のテーマはですね、一回滑らせるだけでストレート&ツヤ髪を叶えるということで、まあ、今の、ね、季節の髪のお悩みだったりを解決する方法をご紹介していきますので、よろしくお願いします。この後ですね、スペシャルゲストをお呼びしてるんですけれども、今日このようにですね、いつもと違った感じでこのアクリルパーテーションをご用意して、新型コロナ感染対策を講じた上で、スタジオからお送りしております。よろしくお願いします。で、最初に注意事項なんですけれども、お手持ちの端末のモニターの明るさを最大に、音量は聞きやすい大きさまで上げていただくと、より良い条件でご視聴いただけるかと思います。よろしくお願いします。で、ですね、最初にこちらのじゃじゃん、発売中のボーチェ8月号のご紹介です。こちらですね、まあ、もうボーチェの目玉企画、2020年の上半期のベストコスメの発表がされている号でね、皆さんもうチェックしていただいてますか。で、こちら表紙は浜辺美波ちゃんなんですけども、もう一つ付録なしの号は、宇野美沙子さんが表紙の方もありますので、ぜひチェックお願いします。豪華付録もあります。はい、ちょっと喋りすぎですかね。大丈夫ですかね。はい、最後にプレゼントも今日はありますので、ぜひ最後までご視聴ください。あとコメントもどしどしお待ちしております。はい、大変お待たせいたしました。というわけで、今夜のスペシャルゲストお呼びいたします。人気ヘアメイクアップアーティストの林ゆかりさんです。よろしくお願いします。お願いします。すごいこんな感じで仕切られておりますけれども。仕切られてますね。はい、じゃあ今日のテーマですね、一回滑らせるだけでストレート&ツヤ髪を叶えるということで、まあ、今の時期梅雨ですごい私も髪の毛うねったり広がったりして、どんどんこう広がっていっちゃって、うまく全然スタイリングができないっていうのが悩みなんですけど、しかもこう朝決まったなと思っても夕方になるともうなんかへたってるみたいな。わかります。私もすごい癖っ気なんですよ。あ、そうなんですか。見えないですよね。見えない。さすが。もしかしてなんかいいもの使ってたりするんですか。そうなんです。実はもうちょっと今日すでにいいものを使ってきて、私本当に癖っ気なんで、すごいもう朝綺麗になってたとしても、まあ、このくらい夜とかになってくるともう結構もうぐちゃぐちゃってね、跳ねるみたいな感じですか。うねる、うねる、うん、あとなんかこういうところの毛が結構こうポワーってなりますよね。で、私も今今日何もしてないような状態なんですけれども、うんうん、なんかこう外に跳ねるし、うん、この辺はふわっとしてきちゃうし、うん、みたいな。で、なんかこうストレートアイロンでやってもなんかやればやるほど熱によるダメージで痛みそうみたいなのも悩みなんですけど、まあその何を使ったらいいのかなっていうのは結構お悩みの方多いと思っていて、そのストレートアイロンを選ぶ時のポイントとかって何かありますか。なんかやっぱりストレートアイロンってなんかやっぱり今言ってみたいにやればやるほどすごい傷んじゃうんですよ。だからできればそんなに回数を重ねずに、なんかなるべく効率よくこう熱をこう綺麗に通してあげるっていうことが大事 で、その1回で決まればその何回も何回もやることがないので髪へのダメージもあんまりないのと、髪の毛に対してこうなんか全部一気にこう綺麗に熱が当たるっていうことが大事。なるほどなるほど。そうするとなんかやっぱりこういろんなところが、じゃあ またここができてなかったからって言ってもう一回やるとかっていうこととかがやっぱあるから、なんかまあ今言ったみたいにすごい効率よく全部に綺麗に均等に当たっていることと、まあ、あとはすごいこうしっかりと髪を挟んでちゃんと髪の毛をこう引っ張りながらじゃないけど綺麗に伸ばしながらやっていくっていうことが大事ですね。だからなんかいくらこうストレートにしたいなと思っても、はいはい、なんかこう綺麗にこうテンションがかかってなかったりすると何回挟んでも実は綺麗にならないから、なるほどなるほど、うん、っていうのとかが大事だなと思ってて、で私最近まあ、いつも毎日ストレート使ってるんですけど、はいはい、まあ、今日なんでこんなに綺麗かってすごい最強のものを今日の朝も使ってきたので、ちょっと綺麗、今日もまだこの時間なのにすごい綺麗なんですよ。癖っ気だとは思えない。いや、そういつも言われます。実は実ははい。そうで、なんかいつも使ってるストレートアイロンがあったんですけど、うん、それのさらに新しいのが出たって言って今日はそれを使ってます。なるほど。実はそれは一体どんなもの。それは実はじゃじゃん、パナソニックさんの新しい
ストレートアイロンを使ってます。なるほど。これ本当に本当に前の去年のモデルも私すごい使ってて、それもすごい良かったんですけど、今回新しく出るこれもう本当格別です。ほう。もうびっくりした。この使った時のこの持ちやすさも全然違うし、もともと使っててすごくいいなと思ってたのに、さらにパワーアップしてることにかなり驚きました。何がそんなパワーアップしてるんですか？なんかこう、まず前のモデル、前のモデルというか去年のもの、こっちのね、ピンクなんですけど、こっちもすごくこう髪の毛とかをちゃんと密着してくれて、すごい滑りも良かったんですけど、さらに今回1回滑らせただけですごい一気に綺麗になるのと、うん、あとナノイーがすごくちゃんと入ってるので、髪の毛をこうやったら一発ですごいスルスルになる、ほう、しっとりっていうのと、あとまあコンパクトな感じ、前のよりちょっとコンパクトになってます。確かに。もう旧品がこっちか、比べると結構違う感じしますよね。全然違うんです。私ずっとこれ使ってたので、うん、これでもすごくかなり大満足してたんですけど本当まさかパワーアップするとは。そう、こっち使ったあれみたいなあれみたいになりました。持ちやすさがまず全然、確かに毎日やるからなんか持ちやすいだけでもだいぶありがたいですよね。そうなんですよ。で、髪の毛をこうやって挟んだ時に、こうやって挟んだ時のこの密着感と、うん、こう逃さずこう挟んでくれることと、うん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 、ここの滑りやすさがさらにすごいパワーアップしてるなと思いました。こういう感じですごい。そんな今ちょっとアクリル板に慣れてなくてっていうのがすごく進化してるなと思って、もともとすごく良かったんですけど、滑りやすさとかの感じがもう本当に一段と良くなって、すごいみんなから軽いですかって聞かれてます。すごい軽いんですよ。こっちも軽かったんですよね、もともと軽いのに。そうなんですけど、こっちもすごい軽いし、もう持ち比べてほしいぐらいなんですけど、うん、もう持ちやすさの感じも全然違います。全然違くないですか？うん、違います違います。なんだろう、握った時のなんか握りやすさ、手のひらに収まる感じがすごいしますね。そう、全然違うんですよ。これ頻繁聞かれてるんですけど、EHHS0E です。こちらです。じゃあこれ早速、うん、ストレートアイロンテクニックなんかを教えていただければと思うんですけれども、はい、で今ねさっきつけたばっかりなんですけれども、20秒とかで20秒で立ち上がる、うん、そう、早いですよね。それもすごいね、いいところで、うんうん、朝すごい急いでる時とかにパッてつけたらすぐに200度まで温度が上がるっていうのもすごくよくって。200までいきます。アイロンは痛みが気になりますって言ってます。そんな方にこそね、これを使っていただきたいですよね。そう、すごくこれなんかやった瞬間に髪の毛がかなりしっとりこう、なんて言うんだろう、水分がすごい入ってる感じになるから、やっぱ私もパサつきが気になるんで、そこを期待したいです。そうで、なるべく髪の毛をきれいに取ってもらって、で挟んで、でちょっとなんか自分でテンションかけるというよりは本当にスーッと滑らせていく感じですね。ちょっとやってみます。ちょっと私も今日すでにやっちゃってるから綺麗なんですいいですか？ちょっと私はじゃあ今からちょっと今何も見ずにやってるから大丈夫かな。どうでしょう、どうですか？なんかこの掴める感じがすごい、すごい。でも今一発しかやってないですけど、この辺の髪と比べると、うん、なんかやっぱ毛先がすごい綺麗にまとまってる感じがします。そうですよね、うん、めちゃくちゃやりやすいですこれ。やってみます。なんか滑りがいいんで、え、結構すごいですよねこれ。見てこの、うん、しっとり感がすごい綺麗になってる。うんうんうん、すごいしっとり感が、この差伝わってます？皆さん、ツヤが出てる気がします。お、ツヤが出てる。本当にすごい、動画で見てもツヤが出てる。
癖毛でやればやるほど痛んで余計に癖毛ひどくなる気がして、わかります。そうなんですよね。髪短くても大丈夫ですか？ショートヘアでもできそうですよね。できます。私結構今短いんですけど、なんか私結構厚めが好きなんで、普段を200度とかにしてて、すごいですよ。販売員の方からこれまでのよりめちゃくちゃ滑り良すぎるので、これはすごいです。本当に全然滑りが全然、ね、前のも良かったけど今回のやつ結構滑りの感じが違います。こうやって挟んで、ちょっと私すでにやってるからあれなんですけど、それでも変わると思います。変わりました、すごい。綺麗、うん、艶が多分すごい今出てる気がする。艶がすごいですよ。画面でも分かります。分かりますか？根元は挟みやすいですが、挟みやすいです。そう、根元もここのところを結構意外とギリギリまで持ってっても火傷しないようになってます。こういう感じでするいいですか？まっすぐですね。毛先まで挟めるっていうのもいいですしね。そうで、なんか私結構すごく朝起きた瞬間にボサボサになってったりとか、そのボサボサになってることによって朝もう一回ストレートをきれいにかけなきゃいけないっていうのがすごく大変だなと思って、前回のこれが発売された時、去年モデルが発売された時に夜もかけたりとかしたんですよ。お風呂上がりに。そうで、普通だったら夜やっぱりアイロンかけると傷んじゃうなって思うと思うんですけど、なんか本当にナノイーがすごいからナノイーがすごい、そうナノイーがすごいから、なんかやっぱり夜かけても髪の毛が傷まなくって、次の日の朝なおかつすごい髪の毛がこうまとまった状態で起きれるっていうのがすごいいいなと思って、いいですね。なんかたまにこの例えば梅雨時期とかは、夜アイロンとかをよくやってます。夜アイロンだそうです、皆さん。夜アイロンあ、でも確かに朝起きた瞬間に自分の髪の毛の広がりで絶望することがないっていうのはいいですね。しかも夜の方がやっぱ時間がありますからね、うん、そうだからなんかそういう風に夜も使えるぐらい、なんかこう髪にダメージがないストレートアイロン、うんうんうん、なかなかない。こっちはね、旧品なんですけれども、去年式、こっちもいいんですよね。ちょっと待ってみます。いや、これカラバリも黒と白があって、この高級感あふれるこんな感じです。なんかお好きな方を選んでいただければと思います。ちょっとこっちの方でもやってみましょうか、うん。これもうすでに持ってる方もいるかもしれないですね。いるかもしれないですね。夜やっぱりやっていいの？あ、いつ発売ですかってお声があるんですけど、これもう発売しております。実は、はい。お値段いくらくらいですか？編集部調べなんですけれども、1万8000円前後になってます。1万8000円だったらいいですよね。どうですか？毎日使うもんだから日割りで考えたらいくらになるんだくらいの感じですよね、うん、すごい。1万8000円だったら、ね、お得使える。ちょっと確かにストレートアイロンにしては高めかもしれないけど、これのによる楽さを考えると全然ですよね、うんうんうん、私本当毎朝やってるから、うん、なんかやっぱこれに変えてから髪の毛のダメージが全然変わりました。確かに、なんか使った時もいいし、ダメージも防げるっていうのが何よりも。ね、全然違くないですか？違う、ね、違うでしょ。すごい、なんか滑りですよ、滑り。これももちろんいいんですけど、あ、すごい、滑らかさがね、本当に違くて、初めて使った時、え？と思った。これみんなに比べてほしいですね。ね、比べてほしい。この差すごい。確かにこれも全然まっすぐになりますし、使いやすいんですけど、うん、これ最高なので買ってよかったですって方とかいますよ。さすが、さすが使ってるんだ美容感度高いですね、皆さん。ね、すごい。ちょっと今やったんですけど、こっちの方がやりやすいのでこっちでやるよしかもなんかコンパクトだから、そういう後ろのちょっと短い髪の毛とかも結構ちゃんとキャッチしてくれるんですよね。そうですね、うん、すごい綺麗になってるなんかこの辺で引っかかることが多いんですよ、いつも普段の。確かに、やつだと、うん、これだとスルッといきます。
始まった時と比べてだいぶ髪の毛違うと思うんですけど、すごいツヤツヤになってますね。なんかスタイリング剤つけずにこのツヤが出るっていうのが驚きです、うんうん、すごい綺麗。あ、なんか内巻きもすごい綺麗に今入って一瞬で、ね、今ちょっとくるっとしてみましたが、皆さん見えてますか？急品との違いはそう、1回のストレート力です。そうなんですよ、一発でね。そう、一発でっていうのがその傷まないために大事だから、すごいサラサラになってる。すごいですよね、うん、なんかやっぱりストレートアイロンってなんか今までのって結構温度高いものとかってやっぱり傷んじゃうイメージが絶対みんな強かったと思うんだけど、こんなにしっとりっていうかサラサラにまとまるんだって思ったら、なんか毎日やっててもなんか全然苦じゃないなって、なんか毎日やってるからすごい思った、この新しいのを使って。確かに私も毎日やってますけど、なんかストレートアイロン選ぶのすごい適当にしてたんで。なんかね、やっぱりそのやり方ももちろん大事なんだけど、なんか選ぶものっていうか、うね、なんかやっぱりできれば簡単にできて、うん、髪の毛も傷まなくってっていうものを選んだ方が絶対に早いというか、うん、そうですね、絶対にそれが正解な気がするって思う。積み重ねでやっぱ悪いもの、うん、悪いものとは言わないけど、なんかあまり良くないものを使い続けてるとどんどん髪の毛も悪くなるし、うん、でさらにスタイリングもしにくくなるし、うん、ってことを考えると1回の投資で毎日使えて、うん、って考えるとね、うん、そうですよね、って思うとやっぱりなんかあ本当に全然違うって思っちゃった。ね、そうですよね。でもやっぱこの商品使ってるって人すごく多いですね。痛みが気になって毎日できませんでした、これなら大丈夫そうですね。本当そうなんですよ、本当にそうですよ。いつもアイロンするときにスタイリング剤つけますが、おすすめのスタイリング剤ありますか？これボーチェにいろいろ書いてあるのでぜひ読んでみてください、うん、どこのメーカーでしょうか？こちらはパナソニックビューティーのナノケアで EHHS0E です。あ、見せてください。こんな感じです。まあ、色も結構可愛い。確かになんか一発でまっすぐになるってことがなんか時短とかだけじゃなく髪、綺麗な髪を保つために必要っていうのがすごく分かりました、うん、ね、夜まで持ちますかって書いてあるけど、私ほんと今日朝の7時ぐらいにやって夜まで持ってる。ちょっとすごい綺麗です。多少って思ったけど全然平気でした、そのまま今まで。パサついたりうねったりしないし、しっとり感があってツヤも出てるっていうのが、うんうん、でなんかその前髪とかも私癖っ気だから結構やっぱりじわってこうチリチリとかなっちゃうんですけど、なんかそういう時は少し温度を若干170とか155とかに少しだけ下げてもらってしっかり通してあげると、こう前髪もちゃんとツルッとなるけど、こう癖もいい感じに、こうなんて言うんだろう、パシンってなりすぎないというか。なるほど。やっぱりこっちに比べると髪の毛挟む量が全然違うから、少し温度下げてやるのがおすすめですね。この全体をやるときはこれ200度まで上がりますけど、どれくらいの温度がおすすめですか？私は結構200度でやっちゃいます。それでもなんか痛みを感じないから200度でやっちゃうけど、他のアイロンっていうかこういうなんかナノイとかが入ってないのとかやっぱ200度ってちょっと怖いなって若干思っちゃうから、だけどこれだったら200度でも大丈夫で、例えば猫っ毛の方とか、はいはい、髪が細い人、髪が細い人とかは170とか185とかでやっても全然すごいサラサラに綺麗になるので、そのくらいから始めてみてもいいかも。確かに。あとワンカールつける時とか外跳ねする時に200度でやるとすごいクルンっていきすぎちゃうって人とかは170とかでゆっくりやると自然なカールになるかな。うねり癖も持ちますか？持ちます。私結構今ストレートだからあんまり説得力ないけど、結構すごい癖っ気なんで、うんうんうん、パーマかかったみたいに朝なっちゃう時とかもあるぐらい。でももう夜ですけど ね、結構綺麗な状態 で今質問で、ストレートパーマやるのどっちが痛みますかって言ってたんですけど、体感
でしか言えないですが、絶対にこっちの方が髪に優しいです、うん、私それで毎月とか美容院行くの考えたらこれで毎日やった方がね、うん、いいですよね、うんうんうん、しかも本当に時短だからスルッとこう1回通すだけでできるんで、朝5分もあれば、いや5分いらないですよね、うん、5分いらないくらい、本当に温まるのも早いからすぐにできるかも、20秒で温まるので10秒ってすごいかも確かに意外と長いですよね、待つ時間、うんうんうん、皆さんどうですか？だすごい使ってる人がスタイリング剤つけなくても1日中サラサラですよ、ね、そう本当にそうなの。だからなんか初めにスタイリング剤つけてやるっていうよりはこれで1回やってなんとなく毛先のまとまりとかを自分でチェックしてからスタイリング剤つけてもいいぐらいかなって思う、なんとなく私いつもオイルギットギットにつけないと広がってきちゃうし、ま、うん、っすぐにならないというか艶が出ないんですけど、うん、これだったら良くないですか、なくてもね。だから本当に足りない分だけ最後にちょっとつけるぐらいでもいい気がする。なるほど、ありがとうございます。これ絶対に買った方がいいと思います。絶対に買った方がいいと思います皆さん質問なんかありますか？こちらが最新の方です。何度も言いますがパナソニックビューティーの、ストレートアイロンナノケア EHHS0E です。20秒で立ち上がる、200度までいきます。内巻きみたいです。やってみましょうか、ね、さらっと。今もうすでに結構綺麗に内巻きに、今こっち側少しこんな感じでいいんですかね。ほら、すごくないですか、うん、なんか一発でこんな綺麗に入るってなかなかないかもで、なんかやっぱりコテとかでやるより全然痛みがめっちゃ簡単です。こっちのがないから。そう、私本当に今適当にやってますけど、そこの後ろって結構難しいですよね。そう、後ろがめっちゃ入れやすいです、これ、うんうん、なんでだろう、なんでだろうね持ちやすいからっていうのもありそうですね。確かに持ちやすいからかも、後ろまで綺麗に入る。すごい、見てください、このストレートも簡単だしワンカールもこんな感じで、すごい、すごい。おいくらなんですか？何度も言いますが編集部調べで1万8000前後です。どちらのアイロンですか？パナソニックビューティーです。後ろ側の内巻きはコツありますか？コツいらないですね。そう、コツいらないかもなんか私今日逆に外巻きに、外巻きちょっとこう外にこういう風に跳ねるようにしてるんですけど、なんかここの幅もだし、なんかこうやって挟んだ時に普通後ろの毛って短いから抜けちゃうんだけど、やっぱりこうちゃんとこう挟んでくれるから抜けずにピュッてやったら外になる。あと小回り効きますしね。そう、小回り効きます。こんな感じで外になってますか？すごい、それもおしゃれ。外巻きワンカールみたいです。こちら、どうしよう、こっち外にしてみようかな私ここ外になる、もうちょっと外にできるかもしれない。あ、え、すごい、え、すごくないですか？あ、すごい、すごい綺麗な。私技術ゼロなんですけどこんな感じに。外側は熱くなりますか？ならないです、うん、あ、まあ、少し熱いけど結構熱くなっちゃうのありますもんね。ありますね、200度まで上がると。で、私あとなんかこのなんですか、カールアイロンの時だと、うん、めっちゃこの辺やけどするんですけど、ね、でそれがないからいいですよね、うんうんうん、確かにこれで簡単にできるんで。外巻きかわいい。外巻きもできましたなんかみんなすごい要求してきましたね。ウェーブ作ってみてほしいですストレートアイロンなので。外巻きかわいいです、ありがとうございます。海外対応だそうですよ。海外対応もってすごい、すごい便利。はい、私は今内巻きと外巻きに、かわいい風に吹かれたかのようになりましたけれども、なんかこの真ん中の中央部分っていうかがすごいツルツルなのがより分かる、ね、この辺ですよね。見てほしい。なんか私ここから見てるから後ろはやってない状態だからなんかすごい確かに後ろとの差もやってないとこんな感じです。
綺麗、うん、すごいツヤ。 380g なんだ。湿気の時期も比較的長持ちする感じありますか？だそうです。もうなんかこの頃湿気多いけど、うん、私は持つなと思ってる、うんうん、なんかやっぱ夜になってもなんかこの辺のうねりがいつもよりやっぱりこう全然出てこないっていうのはすごく感じるかも。今日とかも結構意外とすごいまとまってます。うん、すごいまとまってます、うん、強風に吹かれたみたいになってるって。確かに強風に吹かれたみたいになってる。確かに。じゃあこちらのね、あのナノケアのポイントをおさらいします。はい、新生の高性能ヒーターを加えた3つの温度コントロール機能と 3D 密着プレートで1回のストレート力が 20% もアップしております。さらに、あ、まさに1回滑らせるだけで瞬間パワーストレート。瞬間パワーストレート、いいワードですね。はい、で、新性能としてスムーズグロスコーティングプラスで滑りやすさが 30% アップ。やっぱりこれと比べると本当に全然違うので、ぜひねこれちょっと比べてほしいなって思うくらい、うん、比べてほしい。で多分きっとこれ自体がすごいので、皆さんがもし私みたいにちょっと適当にアイロン選んでたとしたら、使ったら多分すごい感動すると思います。この滑りにおすすめです。で、まあ、髪に優しくてツヤ髪ストレートが叶うっていうところがポイント。でさらに、まあ、旧品ももちろんなんですけれども、こちらも、水分たっぷりナノイーでキューティクルのケアができるっていうところがポイントです。3つ やっぱり断然おすすめでございます。でもう一度商品名言いますね、パナソニックビューティーのストレートアイロンナノケア EH-HS0E です。編集部調べでおよそ1万8000円前後で、今ねボーナスとか出てる人も多いし、うん、あと給付金なんかね使ったりとかして、あの買っていただければと思います。え、言い切ったかな、大事なこと。伝えたいことは伝わらず伝え切れてますか？伝わりました。はい、とにかくおすすめです。なんという商品ですか？あ、上に今書いてあるんで見てみてくださいね。この色めっちゃ欲しいな。私も欲しい、ね、絶対買う。ぜひ。本当に本当におすすめ。持ちやすすぎる。そう、持ちやすすぎるんですよね。はい、え、もうそろそろ時間ですか？あ、はい、ですね、なんと今先ほどご紹介した今発売中のボーチ8月号なんですけれども、こちら2020年の上半期のベストコスメを発表している号でして、でここにですね、こんなのもあるんです。美容家電ベスコスで、こちら見ていただくと、まあね、いい製品がいっぱいあるんですけれども、じゃじゃん、こちらのヘアアイロン部門見ていただくと、おー、すごい。今日ご紹介したパナソニックのストレートアイロンナノケア EH-HS0E 1位取ってます。なんとじゃーん。すごい。パチ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 、ここにも詳しくいろいろ書いてありますからね、ぜひ見てみてください。すごいですね、ベスコスヘアアイロン部門、ね、1位です。はい、で最後に最後に重要な発表があります。最後まで見てくださった方はありがとうございます。ですね、はい、なんと今日ご紹介したこちらの製品が本日のプレゼントになります。すごい、すごくないですか？はい、でこちら、まあ、ぜひねこの機会に最新 あのアイロンをお試しいただきたいなと思ってるんですけど、応募方法のご案内を出します。このあとですね、林さんのお写真かなを、ボーチェのインスタグラムの方にアップさせていただきます。こちら持ってる写真かな。でその、投稿に対して今日のインスタライブの感想ですとか、今後のインスタライブで扱ってほしいテーマなんかをコメントいただいた方の中から抽選で1名様にプレゼントさせていただきます。なのでぜひぜひコメントお待ちしております。はい、って感じでして、今日は、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。たっぷりこちらの商品の魅力をお伝えいただいて、ね、すごいストレートアイロン毎日使ってるんで、おすすめポイントがすごく伝えられたかなって思ってます。私ももうストレートから
あの内巻きから外巻きからしてもう恐怖に惹かれたみたいな髪型になってますけど、もう本当にね大満足の製品でした。ぜひあのね、いろんなところで家電量販店などでお取り扱いありますので、皆さんお出かけの際はね気をつけてあの出かけていただきたいんですけど、ぜひお試しくださいというところです。でこの後のポストにぜひコメントくださった方の中から1名様にプレゼントさせていただきますので、コメントどしどしお待ちしております、はい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたインスタライブにお越しください、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。